八木山上空冬晴れとなっています。今朝は昨日夕方の時点の予報ではですね、やや広い範囲で雪というふうに見ていたんですが、今朝の人間アメダスはですね、多賀城市のコルナゴのレイさんもちょっとね雪がちらついていたんですが、今は止んで晴れましたということで、予想よりも雪雲の流れ込みが弱くなっています。今日は今季最強寒波がやってきていまして、日本海側は大雪というところも多くなるんですが、宮城県内はですね、北から少し乾いた空気が流れ込んできていまして、雪に関しては所々でにわか雪程度となりそうです。ただとにかく寒さが厳しく、最高気温は仙台で4度などと平年よりも3度前後低くなりそうです。風も少し強めに吹きますので、暖かい服装でお過ごしください。